てってってってけでーで。てってってってけでーで。どうもガンプランナーです。今世紀一番の激アツ。電磁タイガー発売だってよ。これは話長くなるぞ。ごめんねごめんねー。でもしょうがないじゃん。電磁タイガーなんだもん。今の子供たちにはわからないと思うんだけど。昔の戦隊にはロボットの他に戦艦があったのん。まずは戦艦で発進してそこからロボが出撃するのん。それがかっこよくてさ。俺はね、一個前のバトルフィーバーの戦艦バトルシャークは持ってたのん。ほんで電磁タイガーはなんでか知らんけど買い逃したのん。あの番組が終わったらデパート行ってももう売ってないシステムを知らなかったのん。すげえ悔しい思いをしたのん。未だに消えぬ電磁タイガーへの憧れが今、叶えられるチャンスが来たのん。見てごらんなさいな。男子なら全員大好き、キャタピラ。これが飛行時畳まれてる状態から着陸時展開するのがかっこいいのん。絶対欲しい。がしかし、高いんじゃ。いやでもいい値段か。かなり良心的か。俺にお金がないだけかい。くぅ。ちなみに同じように逃した未だにくすぶってるやつ。コンバトラー V ガッチャスパルタンライディーン。では前回に引き続き今年出る予定の CPU を見ていくのん。今回より AMD Ryzen 7000シリーズ。一度4月に動画にしてるんだけどあれから情報に変化はあったのか。そしてインテルの CPU を一通り見たので、今回からはライバルとの比較もできるのん。インテル CEO ががっつり喧嘩を売った形になり、バックミラーに映ったままと言われていいのか。もう一度、インテル何してる?とユーザーに言わせることができるのか。負けられない戦いがそこにある。まずは AMD Ryzen 97950X の買う理由買わない理由を考えてみるのん。それじゃ今わかるスペックを見ていくんだけんども。まあいつものようにリーク情報ということで発売時には変わっている部分もあるかもなのん。価格。未だはっきりはしてないんだけどちょろっとだけ漏らしてきてるのん。Ryzen 97950X に関しては 5950X より高くなるんだと。でさあねー。いやそれはみんなが知ってるわいや。何その情報の漏らし方。まあまあまあ。これ全体で見るとそういうことかってわかるんだけど。今回 7950X だけで見てるからね。イラッとこないであげてん。Ryzen 95950X が発売時96,800円だったみたいなのん。まあ10万超えってことだねん。発売時期。2022年8月30日に正式発表してから、2022年9月15日に4タイプを発売すると結構もうすぐなんだのん。アーキテクチャ全4。これずっとなんでそんなことしたの?って思ってるんだけど、普通に1ずつ上げてけばよかったじゃん。途中プラスとか入れたりするから7000シリーズで全4とかになっとるのん。ややこしくなるから、マジで。全3に対し8から10%の IPC 向上になる4、と命令一度にいっぱい出せるのん。製造プロセス後なのなのなのん。コア?これがなんと、16コア32スレッド末置き回。前に見た時は24コアがあるらしいと。きっと持って増えてるぞん、と。めっちゃ楽しみにしてただけにちょっと残念な16コア32スレッド。それでもすげー多いんだけどね。ベースクロック 4.5GHz。ブーストクロック 5.7GHz。おぉ。キャッシュ 80MB。おぉ。Ryzen 75800X3D ほどではないにしてもすごい数字だのん。TDP170W。出た出た。PPT230W。なんそれ。PPT って何よ。なんとなくベンチとかやった時の消費電力の最大値的な。そんな感じなのかな。なんとなくは理解できるんだけどはっきり書いてる記事が見当たらなくてさ。詳しい方コメントお願いします。ほんでこんだけ電気使ってガツンとパワー出すと、どっちも同じなのね。全世代に対し、シングルスレッドで 15%、マルチ 35% 向上するぞ、と。ワッパは 25% アップ、すごいじゃん。ただワッパって言うと省エネと勘違いしちゃいそうになるんだけど、インテルに勝つために性能上げにゃならんと消費電力がっつり上げてるので、省エネではない。ソケットが AM5 に変更。ただし CPU クーラーは互換性がありそのまま使えると。がしかし、メモリ DDR5 のみ、ネイティブで DDR5-5600 に対応と、帯域幅 83.2GB/s。PCIe Gen 5? 今 Gen 3 と Gen 4で変わんないわってなってたと思うんだけど、さらに進化したところで効果あんの。また行き過ぎた進化なんじゃないのん。もしかしてちゃんと違いが出るようになってたりすんのん。気になる温度に関しては出てこないのん。ただジャンクションマックス95度とあるので、インテル i7-13700K みたいなやることやったら爆熱になるみたいなことはないっぽいん。さあ現時点でざっくり検索したスペック情報はこのくらいなのん。この情報を元に買う理由買わない理由を考えてみよう。買う理由、ない。
嘘。まあでも現状出てる情報だけで見ると価格次第ってところだろうね。全世代で見ると一応1万円近くインテルより安く、一般的な使い方ではとっくに使い切れないオーバースペック。インテルの値上げよりもうちょい抑えられれば、たとえ本当に全項目負けててもこっちでもいいじゃん。あと4つ目の AMD Heroes World が単純に好き。またレビューキャンペーン応募してグッズが欲しい。あのグッズがさ、毎回いいところとコラボしててガチで使えるのん。しかも抽選じゃないからね。レビューすればなくなってない限り必ずもらえるからねん。いやいやいや嘘でしょ。多分これやる順番を間違ってしまったのん。Ryzen 7000シリーズから先にやってたら買う理由いくつかあったかもしんない。現にいろいろ浮かぶんだけど、今回からはどうしても動画出したばかりのインテル13世代と比較してしまうのん。考えて考えてなんとか絞り出そうとした結果買う理由ないのん。なので買わない理由。あくまでまだ全然出揃ってないリーク情報での比較なのん。それで言うと、1個も買ってなくね。5000シリーズより前はマルチは買ってて、シングルはまだインテルの方が、みたいな言われ方だったじゃん。それが5000シリーズで買った、って盛り上がったんだけど、今回シングル負けてて頼みの綱のマルチも、よく言えば13900系といい勝負してるが、しかしぶっちゃけ微妙に負けてんのん。あくまで、確かなリーク情報よ。今回いくらなんでもなんで何回もこれ入れるわ。クロックも微妙に負けてるじゃん。あとなんだろ、価格は正直わからんくて。ベースを全世代の金額で見ると Ryzen 95950X は96800円、インテル IQ12900K は105800円。そこにそれぞれ値上がりするって話でほとんど差がなさそう。多少性能落ちても十分すぎる性能で安い、だったから買ってた Ryzen。今はもうそのアドバンテージないのん。キャッシュ、こっちの方が多いじゃん。キャッシュ多いとどうなるんだっけ。そう、ゲームに強くなるんだったね。ほんでいろいろ見てるとゲーム負けてるってさ。じゃあ性能はもう天井突き破ってんだから多少負けても関係ないものとし、省電力とかそっちでどうなのん、と。ベンチとかでマックス行くと Ryzen 97950X230W IQ13900K345W、 わお、だいぶマシじゃんってなるんだけど、ベースが 7950X170W13900K125W ってなんそれ、俺疲れてんのかな、ちゃんと見れてないのん。何か変な解釈してるのん。今徹夜でここ編集中の自分には Ryzen 97950X の方が TDP 高く見えてんのんじゃ。じゃあ熱は、サーマルスロットリングがインテルと比べ温度低いうちにかかりますよと、言うても見て、部屋灼熱じゃい、って言ってる自分のこの編集中の PC。CPU 温度こんなもんよ。今測ったやつね。まあグラボが熱いのかな。とにかくマックスよりかなり低い段階でもう部屋灼熱なのん。だからこれじゃ熱いもんは熱いの。メモリ DDR5 のみ？今回Ryzenで組むならメモリも買い替えなのん。いやーほんとミスったわ。インテルと AMD の順番逆だったわ。先にインテルの動画作っちゃった以上どうしても比べちゃうのん。数字で見ればこれだけ性能上がってますっていくらでも言えるのん。でも基本まだお互いの新型とは比べてないのん。まだ比べられんし。お互いが Ryzen 95950X と比べた数字ならあって、7950X がシングル 15% マルチ 35%、13900K がシングル 37% マルチ 60% って圧倒的ではないか。もちろん実際のところ発売時にはどうなってるのかまではまだわからんのん。今のところリーク情報だけ見ればって話なのん。あった？箱かっこいいわ。あと AMD 信者の最上位はこれしかないわ。というわけで、一発逆転このスペックなんだけど価格が5万安いとかなら Ryzen 97950X しか勝たんと思った人は、絶対見逃せないぞ、な。